皆さん知ってると思うんで、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、知らない人も手拍子で、知ってる人はもう一緒に歌って盛り上げてください。じゃあお願いしますね、皆さん。皆さんにかかってます。もっと特別な Only One。 花屋の背先見習うだ、いろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれも見ほら綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中っぽらしげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこう比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ僕ら世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないね。やっと店から出てきた、その人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれど、あの日僕に笑顔くれた。誰も気づかないような場所で咲いてた花のように、そうさ僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。小さい花で大きな花一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。はい、山田君ありがとうございました。もう一度皆さん盛大な拍手をお願いします。